推しから10人でチーム作ってみました。一番好きです。第1位。ハザスリベロです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで本日はですね、リベロの推しキャラトップ10でチーム作ってみた。はい。ということで、リベロの配給の推しから10人でチーム作ってみました。で、これはトップ10から徐々にランキングで発表するわけではなくて、チーム、誰からサーブを始めるかとか、誰をセッターにするかとか、そういうチームのローテで一人一人発表していって、で、そのキャラが何番目に好きかっていうのはその都度言っていこうと思います。なので、チームをプレゼンします。これあくまで、このチームが最強とか、もう俺のチームに誰も勝てねえとか、そんなマウントを取るやつじゃなくて、好きな10人でチームを作るとしたらどうしようかっていう企画なので、ポジションが全然違うとかあります。え、この人ウィングスパイカーやんとか、この人ミドルブロッカーやんっていうのもあると思いますけど、そこはご了承ください。そしてこの企画が面白かったり、もう一度見たいと思った方はコメントにて教えてください。そして好きなキャラとかですね、ぜひ教えてください。コメントで誰が好きかとかめっちゃ聞きたいんでお願いします。じゃあ早速発表していきます。はい、ということでホワイトボードにこんな感じで用意しました。これで最初にサーブ打つキャラから書いていこうと思います。で、2番目にサーブを打つキャラ、3番目にサーブを打つキャラみたいな感じで発表していって、その都度このキャラはポジションはここですみたいな感じで発表していきます。それではまず1人目いきます。じゃあ1人目、この人からサーブを始めますっていうキャラですね。いきます。バン、小爪研磨です。セッターです。研磨好きなんですよね。配球でも説明ありましたけど、 S1 スタートって言って、右下後衛ライトがセッターっていうローテで始まるのを S1 スタートって言うんですけど、セッターの S ね、 S、 こっから始まったら S1 で、こっから始まったら S2 とかいう言い方するらしいんですけど、鏡開けこう指難しいな。これは前衛攻撃3枚が一番長く続くローテですね。なので一番最初サーブに入れてます。で、サーブめっちゃ強くないけど日向潰しとかするやないですか。もうそれがもう最高なんで、研磨はですね4番目に好きなキャラです。研磨の戦い方がめっちゃ憧れるんですよ。相手がどんなんだからこうやろうとか、今日のあの人はこんな感じだからこういう感じでやっていこうみたいな。例えば今当てはまるのが、僕と春高県予選の戦ったじゃないですか。猫間と袋谷が戦って、今日の僕とさんはストレートが調子いいねっつって、やけ僕とさんのストレートを美味しく使ってからしっかりストレート締めに行こうみたいな感じでやってた、あんなんとか、もうその日の相手の調子を見る。まあそれが僕とだからっていうのはあると思います。練習試合したりしてる僕とだから今日は特にストレート調子いいねっていうのが分かったっていうのももちろんありますけどね。で、日向がマイナステンポで入ってくるから、フローターサーブの人は日向を牽制してどんどん入れさせずに攻撃を絞らせやすくするみたいな。猿川の自分走らされてるっていうのに気づいて逆にレシーブをわざと乱すとか、ああいう相手の策をまた策でねじ伏せるじゃないけど、なんかそういうのも好きですね。頭使ったバレーとかやってみたいって思うんですよね。憧れます。なので研磨大好きです。4番、2番目にサーブ打つ人発表します。バン、花巻マッキーです。正常ウィングスパイカーなので、レフトで入ってもらいます。僕オールラウンダー好きなんですよ。マッキーとかまさにオールラウンダーじゃないですか。トスをする描写もあるんで、結構トスをする描写がないってキャラ多いんですよね。レシーブできる、サーブ強い、スパイクも打てるしみたいな、そういうキャラもいるんですけど、トスができるかどうかでオールラウンダーって結構変わってくると思うんですよ。そこでもうマッキーは国見に速攻上げてましたけどね。こういうのすんなりするみたいな感じで田中がイラッとしてましたけど、ああいうのもあってめっちゃ好きで、キャラもめっちゃ好き、ウェーイみたいな、あのちょっと軽い感じとか、及川と絡んでる感じとかも好きなんですよね。で、頭も結構いいんですよ。頭脳のパラメータ4じゃなかったかな、確か。必殺配球極み見ていきます。4だったはずですよ、頭脳。はい、4です。頭脳4。京谷が牽制されたりした時に、じゃあ外せばつって、これドリンクをこう、ペッて直してたんですけど、じゃあ外せばつって言ってたりとか、岩泉が、その後、菅さんに、こう、揺さぶりかけられてた時に、及川と一緒のタイミングで気づいてたり、今度は岩泉の揺さぶりかみたいな、とかあって、頭脳もあるんすよ。花巻、マッキー。大好きです。ちなみに花巻は6番目に好きですね。はい、ということで次3番目のサーブの人ですね。バン、カモメ大の別所ですね。ミドルブロッカーです。別所大好き。なんか手応えやよし、吉見沢よしおみたいな言ってたりするのも好きなんですけど、ああいうなんか不思議キャラみたいな、独り言が心の声が多いみたいな、ああいうのも好きですけど、実力高いっすよね。やっぱカモメ大で1年生でレギュラーになってて、しかもミドルブロッカーっていう、これ配球極みにそれこそ古舘先生が一言で書いてたんですけど、ブロック杖カモメ大でミドルブロッカーで1年生でレギュラー入れるってすごいみたいなこと一言で書かれてたんですよね。
ね。いやもうほんとそうだなって思って、その一言でさらに好きになったのはあります。でなんか反応もめっちゃいいですよ、別所。これはコートに変えるかって思ったところ、別所押し込んだーみたいな、あの日向がもう発熱で退場した後ですね、バーンみたいな。でそれを西野がまた上げて、なんか実況がもうめっちゃ興奮してたんですけど、いやしかし西野上げてるみたいな。でサーブがいいじゃないですか、カモメ大ってサーブも力入れるよーっつって、あのマーフィー監督が言ってるから、みんなまあサーブいいんですけど、白馬以外は。でもその発熱退場した後のカモメ大がマッチポイントって時、あの朝日さんを牽制するように手前に落とすジャンフローするんすよ。ジャンフローでポンってただ打つんじゃなくて、手前で牽制するやつを、あの土壇場というか自分のマッチポイントをここで決めたい、取っときたいっていう場面でできる強さ、心の中の心の声で独り言することによってこうメンタル保ってるんでしょうね、別所は。そういう保ち方なんだろうなって思いました。別所は好きですね。5番目ですね。もう片手の最後っつったら言い方悪いけど、5番目に好きです。はい、続きまして、4番目にサーブ打つ人ですね。もうこの言い方が正しいんか分からんですけど、4人目ですね。セッター対角オポジットいきます。バン、この葉秋のりです。大好き。この葉は大好き。まあ、先ほども説明しましたけど、オールラウンダー好きなんですよ。この葉。もう、作中で唯一ですよ。ある意味、器用貧乏って言われたの。器用貧乏って、コミも言ってましたけど、リベロの。悪く言えば、器用貧乏みたいな。よく言えば、オールラウンダーっていうなんか言ってましたけど、自分男ですけど、顔も好き、この葉。顔なんかかっこよくないですか。僕とに物言えるというか、あんだけこうズバズバ言ってくれる人なかなかいないと思うんですよ。赤橋も一個下ですし、同い年で結構僕とに言ってくれる人って結構大事だと思うんですけど、コミとかサルクイもしょうがねえなみたいな感じで心の中で言ってるシーンはありますけど、ズバズバ言うことあんまないですもんね。この葉が結構なんか、あのここメインアリーナが良かったとか言って、いいよときもなんかケツ蹴ったりしてる描写があったりとか、赤橋に変わればみたいな、負けてもいい試合あったっつって無事な坂の時に言ってた時にも、自分が調子いいからっておめえはよみたいなもう言ってたりとかで、しかもですよ、あの一林に負けた後、決勝で負けて準優勝が決まった時にも頑張れよっつってこの葉が言ってるんですよね。やっぱめっちゃ期待してっからなっつって、あれ大好きなんですよ。でしかもこの葉もね、エーアガイツ製薬会社のバレーボール部でバレー続けてるんですよね。いや V リーガーとしてのこの葉ももちろん好きだから見たかったですけど、バレー続けてるのが良かった。この葉は3本指に入ります。第3位です。まだ1と2が残ってるんで、誰か楽しみにしながら聞いててください。はい、ということで5人目ですね。レフトの対角、レフト行きます。バーン、福永です。福永翔平。福永ね、もういや大好きなんですけど、キャラも好きなんですよ。あのナイスとサロンパスとか、そういうなんかちょっと別所に似てる感じ、なんか不思議ちゃいやないけど、まあお笑い芸人目指してるっていうのもありましたよね。なんか面白いって言われるのが好きっていうのもありましたけど、やりすぎドストエフスキーの次に、その後に研磨に言われて、なんかほみたいな嬉しい顔してたり、なんか研磨が白鳥座稲井崎に勝ったカラスノに僕たち勝てるかなみたいな、あのゴミ捨て場の決戦の前日に言ってる時も、あのチャンネルなんかひょっこりはんのチャンネルに変えてるんですよ、福永で。もうその時からお笑い芸人目指してるとか、お笑いが好きっていうのはもしかしたら設定あったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそういうお笑いが好きなところも好きだし、何よりバレーのねプレー、それこそトスの描写全然ないですけど、オールラウンダーというか、なんかあの器用、本当に研磨が猿川の最後の時に、福永は器用だから決めてくれるよねっつって、最後極小モーションからのセットアップ、あの A パスしか変えてない時にしかやってなかったみたいなのを繰り出した時も、福永に最後上げて、清川めっちゃ拾われてたエースが、あの1回戦ですよ、春高全国猫間の1回戦で、あのカラスノがこうギャラリーから見てるあの試合も最後福永が決めてたりとか、名場面あるんですよ。だけど目立ってないっていうのが好きだったんですよね。福永ってめっちゃ上手くねみたいな思ってて、だけど全然目立ってないよなって思ってたら、ゴミ捨て場の決戦で虎が、俺はもう一人勝たなきゃいけないやつがいるみたいな、あの龍之介のお前やっぱすげえやつだって言った後に、もう一人いるっつって淡々とスーパープレーをかますこいつに負けるわけにいかねえんだっつって、いやそこでやっとスポットライトが当たるというか、その後も特に当たらないんですよ。しかもその時だけみたいな、それがね逆っつうかより好きですね。牛若影山厚夢とか星海とかサクサとか、そういうメンツみたいにこいつはすごいバーンってこうクローズアップされるというか、そういうキャラももちろんいいと思うんですけど、クローズアップされてないけどこいつすごくないっていうキャラなんか好きなんですよ。だけど福永大好きで、福永は東出がブロックラッシャーするってなって、あの下がったじゃないですか、キュキュって2人、あの2人じゃない3人、あの後衛のレシーバーがキュキュって下がったけど前が開くっつって、牛若の思い出してフェイントしてにゃろっつって役さんとかもこう行くけど、うわこれ上げれんかと思ったら福永上げたりとか、なんかまだ開けるんかいって時にあの片手で上げてカラスの全員がびっくりするシーンがあるとか、あの野蛇戦で上げてまた打たれて上げるみたいな、あの西野屋の五色のダイレクトの時あったじゃないですか、パンパーンつって、でなんかあの及川とか和志城監督こうみたいな感じでびっくりするあのシーンのようなシーンがあったんですよ、野蛇戦で。福永はねすごいんですよ、ほんとすごいんですよ。でそういうのもあって福永は一番好きです。第1位、リベロの推し第1位です、福永。続きまして6人目ですね、いきます。
じゃん、くぐりです。それこそさっき名前が出ました、のへびのエース代理みたいな感じでしたね。ぬまいっていうエースが親指脱臼しちゃって、その代わりに猫間戦はくぐりが出ましたみたいな感じで、前の試合に脱臼したって言ってたんで、イタチヤマ戦で今思ったんですけど、イタチヤマとのへび、フクロウダリと猫間が戦って、負けたのへびと猫間が戦ったじゃないですか。で、勝ったイタチヤマとフクロウダリが戦ったじゃないですか。だからのへびとイタチヤマが戦ったことになるんですけど、あの脱臼、なんとなくですよ、ブロック飛んだぬまいがサクサのあの回転で弾くブロックが親指に当たって脱臼したとか言ったら面白いなってふと思いました。そこでももうサクサの回転はほのめかされてたみたいな、だったら面白いなって思ったんですけど、いいんすよ、ぬまいはいい。やっぱエースやけん、もう空気を変えるサーブ打ちましたけど、代理のくぐりです。なんかそのぬまいもやっぱあいつ俺よりうめえよって言ってたようなくぐりなんですけど、ご了承いただきたいのがミドルブロッカーじゃないですよね。くぐり、くぐりはエース代理だからレフトなんですけど、ここでミドルブロッカーするかどうか悩んだ人がくぐり、福永、花巻、この3人のうちで誰をミドルブロッカーにしようかなって思って、最初は花巻にしてたんですよ。でも理由はこの3人の中で一番身長があるから、身長が高いから花巻にしようかなって思ったんですけど、このチームブロックがそんな強くないんですよね。メンツが別所がもうどんだけ頑張るかみたいな、後でまたコンセプトというかそれは説明するんですけど、なのでレシーブ強い人をレフトに置こうと思って、でくぐりがレシーブめっちゃできる描写がなかったんですよね。で福永は言わずもが猫間だからできるし、花巻も結構レシーブいいんですよ。東根の上げてたりとか、及川の超ロングセットアップの前のレシーブ、あれ乱れたけど上げたのがすごいというか、よく上げたの場面なんですよね。あれこう乱れた印象が強いけど、それも上げたの花巻だったりとか、ナイスレシーブって言われるの結構あるんですよ花巻。やけくぐりを申し訳ないんですけどミドルブロッカーにしました。で身長は一番低かったのが福永なんですよね、この3人で。めちゃめちゃくぐり低いわけじゃないから、とにかくまあまあまあ頑張ってもらおうと、ブロックがいい描写もなかったですけど、でもまあレシーブを強くしたいなっていうので花巻をレフトにしました。やけね、コースが読みづらいのが武器やないですか、くぐりって。クロスかなと思ったらストレート抜いたりとか、ストレートかなと思ったらクロス抜いたりとか、もう全然読めんつって、ケンマも言ってたじゃないですか、駆け引きはやめた方がいいみたいな、リエフに、もう本当わかんないもんみたいな。でもリエフがさっきは止めましたとか言って、ちょっと言うこと聞かんかったですけど、くぐりがね、コースやっぱレフトでこそ生きるというか、レフトの方が生きやすいっていうのはあると思うんすけど、まあちょっとここはレシーブを強くしたいなっていう苦肉の策、苦肉の策もう噛むほどにちょっと悩んだんですよ。くぐりは僕の中で7位ですね。はい、ということでリベロですね。最後いきます。この方番、ヤクモリスケです。ヤクさんです。ヤクさんは好きですね。2番目に好きなんですよヤクさん。でもほぼ同率福永と。でヤクさんは最初に僕好きになりました。それこそ22巻の表紙になって、袋谷戦で僕とのこう上げるみたいな、あの時にスパーンってこう綺麗に上げるヤクさん、あれでねめっちゃ好きになったのと、僕は配球読んでバレー始めたんですよ。ヤクさんがいてくれたおかげでレシーブの意欲が高くなりました。それでもうゴミ捨て場の決戦ですよ。ボールに触らずしてスパイカーを殺す、あかっこよすぎる。もう朝日さんのバーンって上げた後のギロってこう睨む感じ、痺れました。でその後の日向にね間を打たせてわざと、でそれで上げるみたいな、こんなに綺麗に抜けてくんのかよみたいなこと言ってましたけど、しびびですよ、本当にしびびでした。ということで、スタメンの7人は紹介したんですけど、あと3人書いたら汚くなりそうなんで、もう書かずに紹介します。8位、国見です。国見明、総合値高いですよね。オールラウンドトス上げるところはなかったですけど、まあ総合値が高いっていうので国見好きですね。頭がいいじゃないですか、また国見で頭いい人好きなんで、ちょフェイントを織り交ぜたりとか、2対2が強いのは本当魅力的。もう2対2の時の国見は最高でしたね。その絵のおかげで日向が楽して構成できるようになったし、あそこで輝くかっていう、こう意図的じゃないですけど、国見はこう狙ってじゃないですけど主人公にも貢献してる描写があるんだなっていう。で特別読み切りの約束2ですよ。約束2でビーチバレーして、そこでもまた進化が発揮するっていう国見ね、いいっすね。で次が9人目ですね、セミさんです。白鳥沢の一応控えセッターになりますけども、セミさんですね。いいなセミさんって思ったのは、ピンチサーバーで出てきてシラブみたいな感じで、シラブが上げると見せかけて、なんかセミさんみたいな感じでトス上げてこう入るんですよセミさんが。でその後にストーム入ってこいっつって速攻上げる、あれめっちゃかっこいいなと思って、そこで好きになったんですよ。ストーム入ってこい、スピードあるその場で、もうボールが落ちてないその場で指示して、もうそのプレーをするっていう。もちろんあれですよ、影山とか宮積とかで、なんならシラブとかもできんことないと思います。こう実力が高い強豪校のセッターってできんことないと思いますけど、なんかその描写見てかっこいいなって思っちゃったんですよね。ストーム入ってこい、ピッね、めっちゃかっこいいな。サーブが強い人も結構好きなんですよ僕。やっぱサーブ上手くなりたい、強くなりたいっていう願望もこう個人的にあるんで、サーブが強い人憧れるっていうのもあって、やっぱねこれだけは自由、あれ
来ましたね。かっけえなっていう。じゃあ次最後10人目ですね。二股です。これめちゃめちゃ意外じゃないですか。もしかしたら中に二股ってこうピンときてない方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけど、常禅寺のセッターですね。あ、こいついいねって思った、なんかちょっと偉そうですけど、なんかいいなこのキャラって思った描写は、俺にも打たせろっすね。やっぱ俺にも打たせろっつって下がって、な、東山ってやつにトス上げさせてボーンって打つの、いいなって思いましたね。この二股もオールラウンダーでいろいろプレイできるんやろうな、まあしかも2対2ばっかやってる常禅寺だしなっていうのもあっていいなと思って、それで好きですね。で、あと足で上げるのとかね、なんか突拍子もないことをいきなりできる運動神経の高さみたいな、そういう好きさがありますね。はい、ということで10人紹介しました。なのでこのチームのまあ一応コンセプトを説明しますと、もうレシーブですね。レシーブどんだけ上げれるかっつうか、ネコマは研磨が全部2本目はセッター行くんですけど、それはなしで、あのコノハに2段行ってもらうと。もし研磨がこうレシーブしてコノハも遠いみたいななっても、花巻がいるんで逆サイドに、なんでもうとりあえずレシーブ上げてもらうしかない。なぜならブロックがそんな強くないんですよ。とりあえずブロックは揃えることだけ意識する。ワンタッチ取れたら最高で、ドシャットは別に狙わなくていいというか、まあもちろん止めるつもりで飛んでもらいたいですけど、まず大前提として揃える。まあ別所いてくれたのよかったですよね、最初前衛に。木の葉、花巻がこう飛んでて、別所がもう頑張って追いついて飛ぶと。カモメ台はデリケートシフトしてても、センターの速攻に3枚飛べるスピードというか、熟練されたブロックができるじゃないですか。ちょっと木の葉と花巻は、その配球でもよく言いますけど、スプレッドシフト、広がり気味な感じで守ってもらって、別所に頑張ってもらう形になるかなと思います。別所がサイドの攻撃に対してしっかり2枚揃えていく。で、あとはもう最初はくぐりがベンチで、ヤクさんがリベロで入ってたとしたら、もうネコマなんでね、もうレシーブ上げれるのは高いんじゃないかなと思います。で、逆サイド、例えば花巻と別所が2枚飛んだら木の葉もレシーブで、木の葉別所がブロック飛んだら花巻もレシーブなんで、まあ4枚強いですよね、レシーブが。なのでもうひたすらレシーブで上に上げる、研磨、木の葉、花巻誰かがトス上げるみたいな感じでやろうかなと思います。推しキャラで作っちゃったんでね、もう誰入れろよとかはないんですけど。で、あとはもう3人の使いどころですよ、控えメンバーの。はい、まず2人書きました。研磨と国見、木の葉とセミさんを、研磨が前衛に行ったタイミングでこの2人を投入する。2枚替えですね。前衛攻撃3枚を持続させるというのも、まあ、できるかなと思いました。ちょっとセミさんのレシーブがいい描写とか全然なかったんで、どのぐらいいいかは分かんないんですけど、まあ、状況も見てこれはレシーブ強い方がいいなってなったら変えないかもしれないですし、で、国見は頭切れるんでフェイントとか織り交ぜながら点を決めてもらいたいなと。で、福永が後ろになったのは、まあ、花巻よりレシーブ力あるかなと思って福永が最初を後衛にしました。別所はもちろんもう前衛からもうブロックバンバン、最初の方からブロックポイントを取れれば取ってほしい。で、そこは1枚になるけど、まあそこは頑張ってほしい。別所お願いします。で、くぐりのブロックがどんだけ機能するかですけどね、どうでしょうね、分からんすけどね、くぐり頑張ってもらうしかないですね、くぐりには。あと二股ですね。ちょっとチームの空気が悪くなった時に入ってもらって、なんかテンション上げてもらう。お祭りチームの一員なんでテンション高いだろうなっていうのと、空気を変える要因みたいな感じで、ここで一発ちょっと入れて空気を変えようかっていうのでもできるし、研磨がスタミナ切れで疲れた時とか二股に変えてセッターをやってもらうのもいいかなと思いました。で、あとはサーブですね。花巻描写が少ないんで気づかれにくいですけど、ジャンプサーブなんですよ。だけど花巻はジャンプサーブ頑張ってもらって、で、別所もサーブいいですよね、ジャンフロで。しかもいやらしいジャンフロもできると。で、研磨と福永、あのいやらしいサーブでなんかエースを牽制するとか、セッターの出所狙ってもらうとか、そういうのでやってもらう。で、木の葉も別にサーブいい描写ないですけど、まああの研磨の指示通りにやってもらう感じですね。で、くぐりがね、多分フローターと思うんですけど、そこも研磨の指示通りにやってもらうと。指示通りっつったらあれっすよ、日向坪氏みたいに1から9の番号とかじゃなくって、セッターの出所狙ってとか、あ、エースの牽制してとか、エースの前に打ってとか、エースを揺さぶりかけてとか、そういう簡単な指示だと思いますけど。で、セミさんはもうもちろんもうバチバチに打ってもらう。で、さっき2枚がやった時にセミさんのサーブからになるんですよね。そうなったらピンチサーバーとしても OK なんで、めちゃめちゃいいと思います。超攻めのサーブをもう打ってもらいたいですね。くぐりがバックアタックの描写が特になかったんで分かんないんですけど、福永がバックアタックの描写あるんですよ。福永がパイプ攻撃してたのを見て、あずまね、お前バックアタックは得意かって鵜飼コーチが言い出したんで、なので4枚は確実にいます、最初のこのローテでは。あとは研磨が前衛に上がって、その毎回2枚替えできないんで、ここぞという時の2アタックとか、あれもやってほしいですね。あの宮厚も見て覚えた、あの相手が勝ち急いだって時に2アタックと見せかけてオーバー誘ってっていう、あれをやってほしいと。あの視線ですよね、チラッと見てっていうのももちろんやってほしい。
しいし、あとレシーブがみんないいんで、いい人が集まってるんで、研磨のこっちだよと見せかけて遠くに振るっていうのが使えるんですよ。福永役さんは言わずもがなですし、木の葉も赤足にちょっとネット近めで上げてくださいっつって言われてて、その通りできてたんですよ。まあちょっとサーブがチャンスやったっていうのもあるかもしれないですけど、まあそういう描写あるんで、まあやってくれるんじゃないかなと思います。強打に対してできるかちょっとわかんないですけどね。ということでリベロの、ベスト10のチームはこんな感じです。これプラス名前がない二股ですね。はい、ということで推し10人でちょっとチームプレゼンやっていきました。この企画どうでしたでしょうか。面白いと思ってくださった方はですね、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。これからコラボとかもしていこうかなと思うんですけども、コラボした時にコラボ相手さんのこういうプレゼンというか好きなキャラとかも聞いていこうと思いますので、その動画もぜひご覧いただけたら嬉しいです。こんな感じで配給のいろんな動画どんどん上げていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで本日もあざした。サムネ用のあれを取っとこう。これでいいかな。おかしい。よし。かわいい。